バリで何して遊ぼうかな。勘違いすんなよマチルダ、これは撮影の仕事だからな。分かってますよ、ちゃんと撮影終わってから遊びますから。あー楽しみやな。俺も楽しみだよ。貴様が泣き叫びわめき苦しむ姿がな。マチルダの性癖。すげえ、部屋にプールついてるんですか。今だ。どうだマチルダ、参っただろ。ちょっと社長、何するんですか。ごめんごめん、もう一本。騙されてやんの。どうだ俺の払い腰は。もうどうしてくれるんですか、服びしょびしょなったやないですか。おいマチルダ、一応このプールのインサート撮っといてね、どっかで使うかもしんないから。わかりました。チンチンブラブラ、チンチンブラブラ、チンチンブラブラ。どっしー、ちょっと社長、プールのインサート映像に社長のチンコがインサートしてきたんですけど。あれ、なんか手応えがねえな。おいマチルダ、今の映像見してみろ。はい。この映像のダメなところは何だと思う。チンコが映り込んでるところですね。違う、若干手ぶれしているところだ。どっしー、間違えた罰としてアリを食え。ほらアリを食うんだ。この食感斬新すぎるじゃないですか。やっぱりこいつ全然嫌がってね。嫌がってくんねえとつまんねえじゃねえか。ならばもうあの手を使うしかねえな。社長、プールにおしっこしたらダメですよ。今だ。決まったぜ。さすがにションベンまみれになれば嫌がってくれるだろう。もう社長、おしっこのプールに私を突き落とすなんて、もしかして私のこと好きなんじゃないですか。一体お前は何をされたら嫌がるんだよ。もうあとうんこぐらいしか残ってねえぞ。社長、お腹すきましたよ。私今日まだアリと社長のおしっこしか口に入れてないんですから。わかったよ。っていうかお前デベソだな。社長、今デベソって言いました？うん。二度と言わないでもらえます？それか。